今日紹介するのはこちら、ジュラシックワールド炎の王国びっくり 3D 図鑑。いた、どこ？あった、あ、ガーってやられたんだよ。あ、ほら、なになにこれ、あ、ちっちゃい、なんかいる。これモササウルス。モササウルスどこ？モササウルス、じゃんじゃん、あ、じゃあここだ。ここにやればやれば出てくるかな。やってみる。ね、危ない危ない危ない。ん？そうだ、うん、潜水艦がね。お、恐竜が選ばれた。なんだろう、何が追加された。ちょっとここを見て。お、来た、モササウルス、来たね。あとないのは、これやってみたい。いいよ、モササウルス来た来た。で、これがないね。これ何？これじゃ、私これやってみる。うん。これは、あ、インドミナスレックス。これだ、これ、これ。これだね。で、じゃあトリケラトプスを探しに行こう。うん、そうだね。どこかな。あ、ここか。よし。お、恐竜が選ばれた。そして見てみよう。あ、いるいる。ほら、うん、トリケラトプス。集めた恐竜。集めた恐竜を見てみよう。張り付いてるトリケラトプスが。お、出てきた。これで全部。全部揃ったね。これか。おお。なんか引っ付いてる。トリケラトプスの赤ちゃんだって。これこれこれか、赤ちゃん引っ張って。揃ったね。お、ガリミブスだね。これガリミブス、ピッピッピ。これバリオニクス。バリオニクスだね。なんか凶暴そうね。ココピ、あれピ、スピノサウルス、スピノサウルス、スピノサウルスピ。どうしてないの、これだピ。何、アッパトサウルス、ピピピピピピ。どうしてないの、スティギモロッコしてたピピ。じゃあブルーをしてない、ブルーブルーブルーピピ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 カルノタウルスも押してない。うん、カルノタウルス。じゃあまたページに行ってみる。うん、スティギモロク、スティギ、スティギ、スティギ。おー、また来た、ほら出てきた頭。ダーン、わわわわ、おお、すごいね。中はこんな感じ、こんな感じ。わわわわ、うわあ。ここが足。足。足がついた。スパイノサウルス。はい。そうすると出てくる。これをピピ。お、カルノタウルス、スピノサウルス。ボタンをタップして恐竜がどんな反応するか見てみよう。ピピ。アクションボタン。赤いやつかな。右下、赤い、うん、喋ってくれた。うん、面白い。
へえ。あや？付き合いたい。お、スティキモロク。え？うん。おお。もう一回。ピ。こういう。ね、こんにちはって。ね、こんにちはだね。ああ。ジノケラトプス。シュラインドラプト見せつけ合いたい。お、出てきた。見せつけ合いたい。お、来た。これは？出た。何言ってんのか恐竜語だかわかんないけど。なんか怖い。ね、目が赤いよ。なんか怖い。ね、怖いね。ちょっと、あ、ブルー。これがブルーだ。彼女は頭が良くて、獰猛だから気をつけて。いいね、ブルーがこっちを向いたよ。できる限り目を合わせて、君がブルーの関心を引き続けたら、信頼されるようになるよ。はい、チェック。チェックってここ？うん。押すの？うん。ピ。そのままブルーと目を合わせて、あ、吠えた。ね、ブルーはとても賢いけれど集中できる時間は短い。再びブルーと目を合わせて注目させて、カー。今日はジュラシックワールド炎の王国びっくり 3D 図鑑紹介しました。ちょっと難しかったね、難しかったね。でも楽しかったね。面白いね、立体に出るのはね。それではこの辺でバイバイ。バイバイ。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。またよかったらぜひ動画を見てください。はい、バイバイ。